スイッチ制で、はい、おそらく、はい、これ正面で面取れる、そうやったらもうそのままここにピックアンドロールって書いてあるんで、面取れたら取って勝負したらいいです。ここミスマッチやったりとか、今違うけど自分よりちっちゃいやつがついてきてくれてんやったら分かる。だから大体向こうは大きいやつがついてて、こっちがフォワードがついてくるちっちゃいディフェンスで、そこでミスマッチが起こる可能性が高いからわざと斜めでかけてるんで、ダイアゴナルスクリーン、斜めスクリーンな。でここでパンってミスマッチあることあるけど、そのディフェンスがうまかったら今みたいに、まあ、面取れそうにないなと思ったらここまでパンっていって、でここでピックアンドロールしてもって東のところにスリー打たせてもいいし、自分がシュート打ってもいいし、あーどっちもできへんなと思ったら展開して外スリースリースリー狙っていってもいいし、分かった、はい、行こう。